どうも初めましての方もそうでない方もおはこんばんちは。どうもマグロユッケだよ。早いものでこのチャンネルも開設して早2年が過ぎ、今や2800人もの物好きな方々が支えてくださるものへと成長しました。マジで感謝の気持ちでいっぱいです。本日はちょうど大晦日ということもあり、年越しついでに思い出話でもしつつ、これからの目標や YouTube についてのお話もしていこうと思うよ。それでは今回もくだらない10分間、お付き合いください。この動画は、ミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがる、マグロユッケによる元ブログだよ。ゆっくりしていってね。というわけで温めましてマグロユッケだよ。2022年最後の動画はとてもいいツーリング日和に恵まれております。あ、ちなみに年内まだ通勤に使うけど、一応今回が2022年ミニペケちゃん走り納めだよ。みんなももう走り納めかな？というわけでこのマグロユッケ元ブログ、おかげさまで2年とちょっと続けられてきたわけですが、これもひとえに皆様の応援あってこそ、いつもいつも心の底から感謝してるよ。マジでそんな応援や期待がない限り、毎月大赤字の YouTube なんてこんなに続けられていないと思うよ。まあ久しぶりにその辺の収益の話もしていこうかな。とりあえずはまず今回の目的を果たすため、あるものを買いに向かっております。今は岡崎だ地元だ懐かしいってなってる人たち。ちょっとびっくりするよ。ほらほら昔懐かしい岡崎市の、ここが一体どこだかわかるかな？ガマシンがあるけどガマ氷じゃない、岡崎だよ。ほらほら右がウェルシアにとどまる、左はよくわかるかなんかハウスメーカー的なやつか。でさっきガマシンがあってすぐ左にまた名古屋銀行。でその先には、繁栄の象徴スターバックス。やったぜ。もう昔の焼け野原ジャングルの面影が1ミリもなくなってるココハという、ナナナーンと針先町だよ。え？まあご存知ないのも無理もなくここ1、2年で急成長しましたこの辺り。岡崎市の新しい都市化計画が進んでいまして、この右手にあるのは富士大科大学病院。かのダイヤモンドプリンセス号の患者を受け入れたことで有名だね。こんなバカでかい病院が建ってもまだまだあり余る土地が広がってるよ。この病院もまだ築わずか、本当にできたばっかりの街という感じで。道路もほぼ一本しかないので非常に不便だよ。施設より先に交通インフラなんとかしろ。もういろいろ一気にできすぎちゃってるのに道がないもんだから。車がもう詰まる詰まる。おまけに見てくださいよこれ、ホームセンターできちゃったよい。ちなみにこれ家の近所のカーマ外店っていう形になったので、不便通りごしてくそ。まあとりあえずここに必要なものが売ってるので、買ってきました。まあ勘のいい人ならもうお察しだね。ついでに向かいのダイソーで GoPro の三脚的なものを探してきたんですが、さすがになかったよ。というわけでちょいと家電屋のはしごとしゃれ込みます。何やらポリスメンがいっぱいいて向こうで事故ってるみたいだね。どうやら荷台でやらかしちゃったっぽいかな？うーむ状況的にどっちかの信号無視かな。年の瀬に両方とも災難だったね。というわけで手始めにあいみの山田電機から見てみるよ。あったあったまさかの1件目でありました。そういや昔台風で窓用エアコンが粉砕された真夏の日。前日30度超えなので一刻も早く新しいものを買わないといけなく、散々市内を探しに探し回った挙句。最終的に嘘だろってくらいの品揃えだったのがこの幸田町あいみの山田電機だったな。さすが未だに駅圏でただ一つのぬかた群なだけあるね。幸田町民を群民と呼ぶとボコボコのボコだから気をつけてね。さてさて必要なものも揃ったしお次はお昼ご飯を買いに向かうよ。しかしなんでずっと幸田町はぬかた群のままなんだろうね。もうすでに最後の砦で、その名を冠するぬかた群ぬかた町までもが岡崎市ぬかた町になったというのに。ぬかた群とぬかた町が別々の場所に存在してたらややこしくてしょうがないね。って言ってる間に丸亀製麺到着。そう今回は年越しということでシコシコのうどんテイクアウトして、初の試みをしつつシコシコ年を越していきたいと思うよ。え、バイクでうどん大丈夫かよびっちゃびちゃにならん。って思いでしょうが。まあまあ見ててくださいな。とりあえずうどん買ってきます。買ってきたでー。買ってきたうどん旗大マリアボックスの中で絶賛お祭り騒ぎだよ。しかしなぜそれでも大丈夫かというと、丸亀はぶっかけにするとスープが小袋に入ってくるからだよ。ほんとはあったかいうどんが食べたかったけど致し方ない。もうハンドルカバーもつけるくらい寒くなっちゃったけどぶっかけで行くよぶっかけで。先ほどからうっすら匂わせてる初の試み。もうバレバレだろうから行っちゃうけどチェアリングやろうとしてるよ。もうアウトドアもそこまで来たかと思うけど。そうチェアリングとは名前そのまま。その雰囲気を置いてゆっくり都会の喧騒を忘れることを言うよ。多分ね、知らんけど。まあマグロユッケの中でチェアリングとは、都会の喧騒を外れて一人で黄昏るってのが大事だと思ってるので、誰も通らないような景色のいい場所を探して向かってるよ。
しかーし、ここまで寒いと山奥の絶景ポイントとかはバイクで行けないし。だからといって砂浜とか河川敷だとちょこちょこファミリーやカップルがいるし、塗装工を考えてたらつい最近のツーリングを思い出して。あそこに見えるわ。あれ多分キラ温泉だな。ということはまだ全然意識じゃなかったね。お、チャリンコのお兄さん何してるんだー。え、にゃんだとー、にゃんて羨ましいこと。そこ変わるんだお兄さん、するいぞー。にゃんてことがあったのを覚えてらっしゃるだろうか。にゃんこ派ともかくあの辺なら一人でゆっくりできるポイントもありそうだよね。というわけでただいまあの辺を目指して海岸線を流しております。うーむ、やっぱり砂浜はこの季節でもちょこちょこ人がうろついてるな。お、ここから例の防波堤道路だね。この道をひたすら海沿いに続く限り走っていくよ。相変わらずカモがコミケでもあるんかってくらい集まってるね。集合体恐怖症の人は通れないかもしれないよ。ちなみにマグロユッケハール程度は大丈夫だけど、ハスコラだけは苦手だよ。検索しても後悔するだけだから絶対検索しちゃダメだよ。絶対だよ。あれ確かここを左に。てあれま、まさかのタイミングで工事してらっしゃる。まあ年末だしこういうこともあるか。仕方ないので内側から回っていくよ。再び防波堤道路に戻ってきました。うん？あれは、黒猫さんだー。年末年始も休まず配達ご苦労様です。お、いい脚力してますねー。エレベーターのないマンションで鍛え上げたんですね。わかります。野良さんの割には毛並みもまあ綺麗なこと。あ、配達に向かわれるんですね。お気をつけて、って。なんかこの辺にゃんこめっちゃおる。この画面だけでも4匹くらいいるんだけど。どうかな、みんな見つけられるかな。うーむ、どうしよう、この辺にしようかどうしようか。まあもう少し道が広くて止めやすいところがあるかもしれんしな。もう少し探してみるかー。てうん。エアリング先輩。さすがマグロユッケよりも早くここに目をつけていたとは。でもどうしよう、この辺だとチェアリング先輩の視界に行って邪魔かな。うーむ、とっても良さげなんだけど。まあまだ先に絶景ポイントがあるかもだし、もうちょい行ってみるか。ひえええ、風つえー。なんだかウェイクボードやらセーリングやら何やら知らないけど、海でこう広げて遊んでるボードがいて、あれ飛ばされないのかな。万が一こんな極寒の海に落ちたらしぞ。でもちょっと気持ち良さそう。そして聖なるバリアーミラーフォース。この先にバイクで防波堤の外側に降りれるポイントがあったんだけど、まあこればっかりは仕方ないので、さっきのチェアリング先輩のところまで戻るよ。年末だなー。てなわけでチェアリング先輩の視界に入らない絶妙なポイントまで戻ってきました。本当はミニペケちゃんと一緒に並んで座る絵が撮りたかったんだけど、ミラーフォース貼られちゃったのでしょうがないからここで我慢するよ。でこれが今回買った GoPro にも使えるカメラの三脚。ヤマダ電機にて5000円弱で買ってきたんだけど、Amazon もヤフーも7000円から8000円くらいが相場だったよ。あのヤマダ電機値段間違えてない？でよくあるビデオカメラだと、ここのネジに固定できるネジ穴が開いてるんだけど、 GoPro にはそんな便利な穴がないので、こういう付属のアタッチメントをつけていくよ。アクションカメラ製は親の顔より見たアタッチメントだね。続いて本題の椅子を取り外すよ。本当はネットとかで固定したかったんだけど、あまりの長さに車両サイズ変わっちゃいそうだったので、エンジュランスのキャリアにタイダウンで固定してみます。キャッチ。こういう時にこのキャリアはマジで便利だね。春が来たら釣り竿引っ掛けてマグロでも釣りに行こう。早風でや、すみません。ではいざいざ領域展開していくよ。これはキャプテンスタックっていうメーカーのラウンジチェアってもので、ご覧の通りワンタッチで展開できる上、だいたい1500円くらいで買える超ハイコスパチェアだよ。両側に肘掛けがあるのもとてもポイント高めです。よしよし、それじゃ初めてのチェアリング、始めます。カメラ回し忘れてすでにすすっております。うめえ。丸亀製麺定番うどん弁当390円。さすがにぐっちゃぐちゃだけど、出汁が袋分けされてるので、カバンの中とかで大惨事になることもないよ。おまけにマジでうまい。ふうごちそうさまでした。年越しうどんも食い終わったことだし、アフターコーヒーでもしつつ来年の目標や収益についてのお話をしていくよ。コーヒーはその辺の自販機で買ったエメマンだよ。肉は肉、豆は豆って性分だよ。というわけでまずは来年の目標から。大きな目標としては2つあって、まずは視聴者のみんなのニーズにより近づくこと。というのも今まで手渡しや場所限定で配布していたマグロユッケステッカー、こちらがやはりどうしても県外の方々だと手に入らないという声あまただったので、来年はブースとかを利用して全国配送できるようにしていこうと思うよ。あとこれは有料になっちゃうと思うけど、新デザインのステッカーやキーホルダーも少しずつ考えているので、来年も応援よろしくお願いします。で、二つ目の目標は、チャンネル登録1万人。なんて視聴者さん任せな目標ではなくて、
少しずつ動画の更新頻度を上げていこうと思うよ。現状毎週土曜の20時に必ず1本アップロードしてますが、月に1、2回、間の平日にも更新していけたらなと思ってるよ。今のところ結構この週末の1本でギリギリの生活だけど、なんとか本数を増やせるように、作業を見直していこうかと。週2回になってもうざがらずにチャンネル登録はそのままでお願いしますね。モチベください。とまあ来年の目標はそんなところかな。お次は皆さん大好き収益についてのお話だよ。思えばおかげさまで3000人も間近となってるこのチャンネルだけど、ずばり申し上げますと、収益化が始まった頃とほぼ変わっておりません。思えばそれは初めて浜松の串谷カフェとか行った頃ですかね。おかげさまで念願の収益化が叶って、ここから始まる夢の YouTuber 生活に思いを馳せていたんですが、まあ収益が増えない増えない。どれだけ動画ネタに投資しようと編集を頑張ろうとも、日々伸びない数字を眺めては枕を濡らす生活だったよ。まあ YouTube の収益ってドル換算なので、史上最悪の円安の影響もあるだろうけどね。いやいやどうせ新規参入を防ぐための脅しだろっていうそこのあなたのために、廃物的証拠だよ。いやいやちゃんと増えてんじゃんって思った?残念これ2ヶ月分なのよね。Google の支払いは8000円を超えないと振り込まれないので、足りなかった先月分が繰り越されてこれだよ。ただでさえ再生単価の高い乗り物ジャンルでもこれなので、最近になって有名な YouTuber がこぞって引退する理由がわかってくるね。しかし新しく元ブログ始めてみようかなって人を止めたりはしないよ。理由は何か言っても楽しいから。いくら思うように数字が伸びなくても、動画のネタとして普段自分じゃ絶対行かないようなところにも行けるし、まだまだ少ないですが旅先で視聴者さんと交流したり、動画のコメントや SNS でありがたいコメントをたくさんもらったり、お金じゃないところのやりがいがものすごいよ。そんなんただのブラック企業じゃんって思うかもだけど、ブラック企業と違うのは自分が主役ということ。自分のやりたいことができるしそれに対してちゃんとみんなが一喜一憂してくれる。元ブログって大変そうだし収益化も難しそうって考えてるそこのあなた。ぜひ一歩踏み出してみることをおすすめするよ。というわけで十分なミノートでリフレッシュもできたことだし、そろそろ撤収するよ。小さく折りたたんで、ナイフランプカバンに詰め込んで、キャリアに固定して、撤収完了。いやーいいもんだったな、チェアリング。たまにやってる人を見てハーレは何が楽しいんだって思ってたけど、実際やってみるとやりたくなる理由がわかった、ような気がするよ。よし無事年越しらしいこともしたし、あとは家に帰るだけ、でん。あー、えらいこっちゃー。どうやら変なところで締め付けてて煮崩れしたみたいだよ。途中で落っことす前に気づけてよかった。とまあこんな感じで失敗も多いけど、なんだかんだ楽しくやらせてもらってるのでご安心を。そういえば思い出話とかするみたいなこと言ってたけどどうして忘れてました。というわけでいかがだったでしょうか今回の動画。残念な収益の話はさておいて、来年に向けて2つの大きな目標を立てさせていただきました。年を重ねていく上で実際そんなにできるかわからないけど、できる限りの向上心を持ってやっていきたいと思ってるので、よければ来年もまたどうぞよろしくね。最高にくだらない元ブログチャンネル目指して突っ走っていきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、Twitter フォローよろしくお願いします。ではでは、良いお年を。